夢まか不思議世界、今から授業再開、気をつけ、よしよしよし、 OK。 おい、カラカラ、今日は何や。カル君も仮面軍団してんの。そっか、挨拶せえや。嬉しいの。楽しみしとったで。医者も聞いてくれるんか。そうなんか。頑張れよ。みんなも聞いてるからな。カル君もしっかり勉強してちょうだいよ。はい。わかった。はいよ。OK。カル君も、怪しき仮面軍団の真似しんやな。OK。今日の授業は、世界一の天才とは。これデータを取ると、わかるかなこれ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。日本でやるとね、日本ですごい人ってなるとね、織田信長なんですよ。まあこれ一遍やったわな。で、世界やから、レオナルド・ダ・ヴィンチ。みんなどこまで知ってるか知れへんけど、まあモナリザと、この絵とぐらいはしとったらええやろみたいな。その絵についてあんまりだから観点自身が違う切り口でやるからね、難しいこと考えないように。よっしゃ、ならまずね、よし、レオナルド・ダ・ヴィンチ、あ、オープンなってんな。彼は67歳の生涯を、まあ、時代的に分けたら、生まれてから14歳まで。14歳から30まで。30から47と、こうずっと時代があるんやけどね。あと、別に歴史がどうこうやないから、ある程度勉強とか調べ方について言うから、あとは自分で調べろ。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチって言うけど、本当は、レオナルドさん。でも、レオナルド言ったら、デカプリオかな。レオナルド、デカプリオ。みたいな。あれや、なんか、レオナルドさんやねん。で、どういうことかって言ったら、ヴィンチ村ってことで生まれてん。フィレンツェからの郊外、数十キロのところにヴィンチ村って言うのね。その、ヴィンチ村で生まれた、レオナルドやね。わかるかな？ヴィンチ村で生まれたレオナルド。で、彼のお父ちゃんが交渉人って言って偉い人やねん。交渉人言うたらまあ、社会的地位があって、二十歳以上でないとなられへんし、正式な婚姻、着手でないとなられへんねん。だから、目掛けの子とかはダメやねん。日本もそうやろ？目掛けではダメ、側室はギリギリ丸やけどみたいな。イギリスもやったやろ、ヘンリー8世やったんか。あれと同じで、これイタリアやからね、イタリアも同じな。それぐらいしきたりを重んじるの。じゃあお母さんどなしたかって言ったら、お母さんは子供産んだ、もう子供さえ産んだら、今子供産むんがメインやなしに、要するにあの農夫、あの女中さんやったん、農家の生まれのね。で、お父ちゃんに手付けられて、お父ちゃんピエロっていうね。ピエロ。うん。手付けられて、まあ、子供できたら、言って、持参金。まあ、当時言ったら100万ぐらい。100万ぐらい待たして、どこかへお嫁に行かすわけ。とんでもないやんか、みたいな。まあ、レオダルにしてみたら、え？みたいな。お母ちゃん、え？みたいな。で、次、ピエロちゃんは、お父ちゃんは結婚すんの。で、お母ちゃんやねんけど、また早く死んじゃうわけよ。で、どうしたかって言ったら、お父ちゃんとこのお父ちゃん、おじいちゃんとおじいちゃんとこの弟やから、そのおじいちゃんに育てられるわけ。
そのおじいちゃんってどんなんかって言うたら、お金持ってるから働いてるニートやねん。言うたって、土地を持ってるし、お金はしっかり持ってんねん。することないねん。だから二人が一生懸命子供に、レオナルドに傾けんねん。これが、みんな歴史も解くやん。出てくるのにきっと、フィレンツェ時代14から30って出てくると思う。俺は違うと思う。この一番大切な、5歳くらいかな、か14歳。この時が一番レオダルにとってすごい時代だと思うの。あと歴バーっとあるけれども、この時に当時学校も行ってへんわけよ。多分レオナルドは左利きやった。で、それを右利きにやんねんけど、鏡文字で聞いたことあるかな。彼一遍に同時に右と左で字書くことできんねん。左利きやったから。とか、自然行ったら食物、絵を描いたりとか、どうこう。それはおじいちゃん。おじいちゃんが、その、頑張ってくれたみたいな。だからその14年間、中学2年3年ぐらいまでに、そういう、だって勉強嫌いとか好きやないやん。学校行かしてもらわれへんかってんからな。そこをおじいちゃんがこう一生懸命育てたって、その時にほとんど、勉強する姿勢とか意欲とかが出来上がったと言っても俺過言でない。だからこの時期って一番大切な、俺はな。みんなどう思うと自由。で、あとフィレンツェ時代とこあとあんねんけど、今ここしかやってんねんけど、じゃあレオナルド・ダ・ヴィンチ、もっとわかりやすく言えばな、えいえい、また出てけ、じゃあ比較しようか。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ちょ飛ぶで。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ニコラ・テスラ思い出して。ニコラ・テスラ、彼は生涯絵画13点しか残ってないね。ダ・ヴィンチ、あの時代告知とか最後の晩餐とかモナリザとか、わかるかな。13点しか残ってないね。もう一歩、みんな知ってるようなピカソ、4万3000円ね。でもね、その、スペイン行った時にね、多分、ピカソの家行ったことあるわけね。やっぱめっちゃうまかったね。小鳥の家とかめっちゃうまかったね。で、まあ、いろんなゲルニカですごい有名なっていろいろあるんやけど、俺自身は、レオナルド・ダ・ヴィンチはニコラ・テスラやと思うのね。お金どうこうやなしに完璧主義でみたいな。それに控え、ピカソ、彼91歳までできた。なんと4万5千円。これこの、いろんなんだけど、男としては最低やね。これが俺の軸やから他では言えへんからね。なんでかって言ったら、7人の女遍歴あんねんけど、ちょっとこれね、あまりにもひどすぎるわって。例えば、ヘンリー8世みたいに、跡取りを作らなあかんとか違うからね、自分の私利私欲だけやからな。いや、芸術のため言うて、自分で調べたらええわ。これが、同じ7人やけど、ヘンリー8世は6人やで、7人やけど、どっちがえぐいか、どっちが身勝手か、自分で調べて。ピカソはすごい金儲けめっちゃうまいよ。女たぶらかしの人生、俺好きじゃないもん。はっきり好きじゃない。作品も好きじゃない。俺人間性が全部現れるからね。あの作品人間的に素晴らしくやっても、違うなみたいな。でこうやって比較した。だからニコラ・テスラとエジソン、だからピカソはエジソン、それは賛否いろいろあるんや。ニコラ・テスラはダ・ヴィンチと考えて調べてみ。面白いやろ。どっちも世界的に有名やからな。はい。そういう見方。じゃあ今度はな、ミケランジェロ。要するに、ミケランジェロとラファエロとレオナルド・ダ・ヴィンチ。これ、ルネサンス三大有名画家やからな。
このミケランジェロってどんなんか言うたらみんな知ってる。ピエタとかダビデ。まあ多分見たら知ってるわ。彼それ20代に作ってるからな。ピエタとかダビデ、こんな、多分見たらわかるわ。こう見た、ああダビデみたいな、ああこんなん大体みたいな、ああみたいな。見たら絶対知ってるわ。でも、すごい醜い容姿やねん。ねぐらやねん、めっちゃ。友達はあんまり見当たれへんねん。で、ダヴィンチとは、レオナルドとはな、20ぐらい年離れてんねん。23ぐらいかな。75やからに、23離れてんのかな。彼1452年。死後に行くって覚えてるから、1452年の19年やから。で、彼は67歳やから、彼は23歳、年下や。でも何かにつけて、言うて、片やすごいやん。片や20離れてんねんから、みたいな。でも、あんまり好かれへん、みたいな。ダヴィンチは、レオナルドは、社交的でいろんなパーティー行って、みんなにモテモテでやって、みたいな。彼はほとんどそんなん誰も誘ってくれへんで、みたいな感じ。人間関係においてやで。で、今度は、ラファエロ。ラファエロって、見てたらすごい、よよしいやん。でね、俺多分、まあ時間なかったら調べへんかったんけど、レオナルド・ダ・ヴィンチがね、あの、モナリザあれやん。あれを書いたときに、どう思うって言って、意見聞いたんがラファエロやったと思うねん。ちょっと誰か暇やったら調べて。もう昔みたいな記憶やで。で、俺だからラファエロイコールなんか、ひ弱で、なんか、あーっと言うと思うとったん、俺。彼は絵しか描かれへんし、やけど、なんなことないねん。彼は、工房ってやれんか。めっちゃ大規模な、経営してんねん。え、違うみたいな。三人一番大規模やねん。だってみんな、レオナルド・ダ・ヴィンチは、ベロッキオって当時一番有名なとこ行って自分で工房作ってるわけないやん。ミケランジェロかな。これ自分で工房作るんやから。じゃあこの工房って何かって言ったら、今で言うたら何でも屋さんやねん。ちょっとこの車のここ修理していいよみたいな。大砲作っていいよ。絵描いて、肖像画描いていいよ。なんかこの寺院の修理したいんだけどいいよ。っていう、その工房って言うけど、何でも屋さんやって。だから、これよりだいたいね、100年ぐらい遅れてさ、ガリレオ・ガリレイって出てくるやん。ガリレオ・ガリレイって1600年初めに、多分オランダのメガネ屋さんが、望遠鏡できるやんかって作った、次の年に工房で作って、しっかりした望遠鏡をガリレオ・ガリレイ作ってるからな。俺最初思ってん、そんなんなんでできんねんと思ったけど、ガリレオも工房も取ったいうことやね。ということは、ルネサンスってどういうことかって言ったら、今までキリスト教で抑圧してたやつが、それが解放されて、文芸復興、ギリシャ・ローマの時代のあの時代に、ジオに表現しましょう、みたいな。それが絵画で言ったら、ボッティチェリ、ヴィーナス誕生、春。これ、メディチ家っていうのが力を持ったから、ロレンツォ・メディチっていうのが、すごい飛ぶ鳥の落とす力を持ったから、そんなことができた。で、彼は、要するに、見たやけど、バチカンにさ、ラファエロの間ってあるからな。すごいやん。ラファエロの間があんねんで、部屋やで、みたいな。でな、これすごい、これまた謎やねんけど、彼、独身やんねん。三人みんな結婚してへんねん。変やねん。ダヴィンチも結婚してへん。ミケランジェロも結婚してへん。こいつも結婚してへん。でもこいつ、周りに女いっぱい食べらしてんねん。え、なんやん。顔とは一致せへんやん。なんでか言ったら、時のローマ教、これが枢密教に推薦したかって。素直でどうこうやん、みたいな。だからローマカトリックの偉いさんにしようと思っとって。だから結婚せへんかったんちゃうか、みたいな。だからごもろいやろ。だから顔だけでは分からへんねん。そんなん俺、ラファエロ自身をこう、深掘りしたことないからさ、面白いな、みたいな。ことやね。で、ちょっとどんどん早さな時間だよな。まあ、これで言うたら、これどうってことないみたいやんか。これ手は何個、足はどうこうやって全体全部あんねん、これ。
人体どうこうやと、手の長さを何倍してどう、足のどうこう何倍したらこうこうこうって、全部バーッと別の表現に調べたらわかるわ。だからすごいね。見たことあるやん、これ。ええー、みたいなやけど、こと細かに。だから、いろんな個人差はあるけど、大体合うてるっていうようなことがバーンと書いてある。それが現代でも通用することはすごいやろ。あ、これな。どういうことかって言ったら、みんな名画ってどういうイメージがある？例えば、これ一個聞きたいね。世界一番の名画やったらモナリザやん。でも、ほとんどの人間はモナリザが有名やから、列見て、すごいなと思うの。いや、俺勝手な判断ね。でも俺ね、これ多分ね、何年、20年ぐらい前かな。スペイン行って、多分グラナダかな？教会入って、で、ドームのこう、天井に、この、絵画を見て、涙が出てきたんよ。なんかわかる。で、ステンドグラス閉じて5個がピューッと入ってるわけね。何やねんこれみたいな。絵を見てないなんて初めてやったの俺。当時撮影で行ったから、1時間撮影伸ばしたの覚えてんねん俺。すごいなと思って。だから、これはね、例えば作者が誰、誰誰がどうこうっていう問題なしに、いいものは絵。絵を見て心が安らぐが俺にとっては名画と思ってるのね。でも世間の名画っていうのはその絵一枚じゃなしに歴史的背景にどうなった、これはどういう手法でこう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 が名画かもしれへん。例えばバーッと見て、ピカソ、あ、やっぱりピカソやなみたいな。あ、セザンヌかみたいな、そんな分かれへん。多分写実主義とかやったら分かるけど、ダヴィンチの絵描って、え？みたいないっぱいあるの。だから、そういう俺は、これエルグレコじゃないからね。これピッと当てたらすごいけど、言うたらへんけどね。あんまりみんなに知られない家やから。で、あ、これまた、これちょっと順番飛んだらあかんな。これなんやからな。で、まあ、これなんやろな、わけわれんわ。あ、そうか。要するに、まあ、ダヴィンチのことついてパッと言ってみようか。だからダヴィンチっていうのは、ほら、これ、やね。これを見て、これを見てって、本当はやらなあかんかったけど、もうそんな面倒くさいからええわ。で、要はな、彼は、14歳までは、おじいちゃんに育てられるやんか。これが俺一番大事です。その後、14の時お父ちゃんが来てな、これ、ええもんやないかみたいな。で、お父ちゃんは、要するに、教会とか道庫とかのコネクション持ってるから、一番有名な、ベロッキオいうとこへのベロッキオ公募へ入れるわけ。レオナルド。で、そこで14から20歳までおるんやねんけどな。で、最初18の時に絵を描くの。で、その時の絵が、まあ、その時は別に俺、うまいと思えへんねんけど、もっと時間たらゆっくりいろんなやりたいねんけどな、もう30分ってあっという間に終わってまうからさ、ごめんやで。これが、彼が18歳の時に描いた絵やねん。な、まあ、ちょっと昔のね、どうこうで、みたいな。そして20歳の時に、このベロッキュと一緒に絵描くねん。それがこれやねん。わかる？これキリストで、これもベレッキュが描くねんけれども、これ、こっち側におんのが、ダヴィンチが描くね。レオナルド。もうすぐダヴィンチよな。レオナルドが描くね。これ、横に描いてる。これ、ボッティシェリが描くね。あの、ほら、ヴィーナス誕生のやつで。同じ一枚におったからな。わかる？面白いやろ？ボッティシェリと、ダヴィンチが同じに描いてるね。で、これすごい評価されて、でもそれも、お入れがついてんねんけど、
ベロッキオはこれを見て、あかん、もう俺語れへんってやめた、筆を置いたって言うけど、実際は違うと思うねんけどな、これはおひれがついてなってると思うねんけど、要するに、ええとかどうこうとか、いろんなことをやってるからな。それの社長さんがベロッキオやからな。そして、次に仕事が来るのが、東方の三博士が来て、みたいなやつやねん。これな、お父ちゃんの口利きやねん。でも世間ではな、未完成言うてるけどな、俺の見解は違うねん。未完成にして恥かかしたらお父ちゃんが恥ずかしいみたいなな。ある意味仕返しかもしれへん。と俺は思ってんねんで。それそんなんどこ見ても出てけへんで。だってお父ちゃんしてみたら子供産んで、お母さんは言うたら邪魔になるから100万円も出して嫁がしてみたいな。で、自分はさっさと次メーカーの子供、女の子と結婚して若い子や。で、死んじゃってみたいな。で、おじいちゃんに預けられてみたいな。で、たまたま見に来たら、馬やないか言うて、おじいちゃんとから引き離して、ベロッキョのとこ入れられてみたいな。で、結構こう、重圧で書いて、果たしてめきめき覚えていってみたいな。で、おーみたいな。で、25かな、そこらの時に、この絵、頼まれんねんけど、お父ちゃんの紹介やから、もう関係あるか言うて、未完成のままやねん。こんなんいっぱいあんねん。で、これが、多分28ぐらいの時に書いたらいいかな。これが受胎後期、これガブリエルで、これエッチもしてんのに子供が生まれますよ、みたいな。なんかこれ言われんかったらあんま分からへんけど、背中見てみ。当時の天使っていうのは全部虹色やってん。こう虹色で光輝いて、みたいな。でも、レオナルドは、そんなん、ちょっと空想から離れすぎてるわみたいなんで、実際の鳥の羽を描いてん。これで後で評価されてんねんけどな。これかって分かる人がいるからやねん。これ分かってくる人来れへんかったらバカちゃうかって、みんなバカバカちゃうかバカちゃうかバカちゃうかみたいなバカやねん。そしてその時に俺はこれを見せるわ。ややこしいな。だから歴史というよりもいろんなとこ飛ぶから大変やで。もっと前や、もっと前やな。言いたいことがうまいこと伝わるか。これはみんな言うてエッセイで、これ信長の言葉と、これ信長が言ってね、いつの時代も変わり者が世の中を変える。前はこれ言えへんかったけど、一応ビストに上げとったけどな。異端者を受け入れる器量が武将には必要である。古今東西一緒やねん。彼かって全然羽を違うように書いた、分かってくれるやつがおったんや。分かるかな。異端者と同じように羽書いたら、それを受け入れる器量が武将、偉い人の人、そんな偉い人に巡り会えって言いたいねん。で、要するにベロッキオも一応認めてくれたから、二十歳でプロとして資格与えてもらえんねやんか。でも次30までっていうのはな、暗い青春やねん。で、当時な、ベロッキオとか同行が知識人が集まってサロンみたいなんで、何やったかな、プラトン会みたいなのを作んねんか。でもそのプラトン会っていうのはやっぱり誰々の有力の派閥とか同行とかがあんねん。言うたんか、交渉員になるためには派閥の推薦、誰かに属してなあかんとか、4年以上、ラテン語を勉強してなあかんとか、ちゃんとした着手、長男、着手でなかったらあかんとか、で、それぞれの応援者がなかったらあかんとか、こう規定があんねんか。だから、着手の子ちゃうから、レオナルドは邪険に扱われてん。教育も受けさせれんか。産んだお母さん買って、はい、って他に嫁にやつ出されて、みたいな。結構金持ちの家やってんで。で、おじいちゃん、おばあちゃんに預けられて、おじいちゃんとかに預けられて、みたいな。だから、いつの時代も変わり者の世の中を変える。ただし、常に前行ってきましたがね、分かってくれる人を見つけなあかんっていうこと。わかるかな？ほんで、彼は多分25ぐらいの時かな。ある事件が起こんねん。事故の名前なんか覚えんでええねんけどさ、その事件が、要するに当時な、
男色は禁止やってん。男色禁止言うたら男を愛してるみたいな。と、17の少年がな、集団にレイプされんねんか。で、訴えられて、その中の一人がダヴィンチやってんやんか。そして証拠不十分で釈放されんねんけどな。それは誰かが告げ口かもしれへんねんか。これは、全然話別やけど、フランシスコ・ザビエル来たやんか。まず、薩摩藩に囲われたやんか。で、薩摩藩に囲われた時に、当時の仏教徒は、結婚できへんけど、男同士愛し合うのは噛めへんかってん。それを、フランシスコ・ザビエルがガー攻めてん。なんであかんねんみたいな。仏教はかめんけど、なんでキリスト教わかんない。そんなんいらんわ言うて追放されてん。それで、山口県の、ところへ行ったんやんか。わかる？要は、ローマカトリックっていうのは、離婚もあかん。男同士愛すもあかんとか、もうなんか、ものすごい、いろいろ細かい規定があってんが、ルールに全部当てはめようとしようのだったんやんか。で、彼自身はもうやってるからもう時間ないから、まあこれ見るやんか。当時で考えたら、これ見て。聖母言うたら、もっとこう、シャキッとしてなあかんやん。なんか、ほんまに可愛いいう顔してない？だから、レオナルドはこういう表情を出したかってん。普通は、この聖母はもっと神様のようにやさなあかんから、こういう、笑顔出してないね。みたいなのを出したみたいな。とか、これ、モナリザみたいなな。みんな知ってるやんか。これがどうたろこうたろこうたろみたいな。これが世界一有名であるとかどうたろこうたろみたいなな。これが晩年の作品。晩年っていうのはな、1516年いうことは、彼は67で死ぬから、64歳の作品やねこれ。最後の。こういうこといろいろあるわ。これが13点しかないからな、こういうのはいろいろあって。で、これ買ってこんなんがあって。で、これ、ほら、子供が生まれるの買って、分解、してるごてんか、要は、ふわけみたいなな。で、これ買って、宇宙船みたいやんか。これ全日空のなんか、グライダーの走りみたいやんか。で、どういうことか言うたら、30までは、フィレンツェ乗るやんか。で、あんまりこう、ええことないわけやんか。で、その後にね、三博士のやってる時に、当時の夢、ロレンツィオやんか。メジチ系のロレンツィオ。で、この前世紀、飛ぶ鳥の時に、じゃあフィレンツェから三人画家選ぶわ、っていう時に押したんや。すごいショックを受けんねん。で、これ見えるかな？これ、レオナルド・ダ・ヴィンチやんか。これ、1945やから、これ52引いたら、43歳かな。で、これは、その3人に選ばれたやつ。このギルランダイオってやつは、これ1980年やけど、これ同じに描いてんねん。でもこれユダ前に来てるやろ。これユダここにおるやろ。従来はこれが当たり前やってん。ユダが裏切って前におんねん。これ一人だけわかるかな。これここにおんねん。これもすごいみたいな。だから、これはきっと分かってくれると思ったから、従来はいや、あかんやついっぱいあったと思うね。それと見てみ。これここに、ここだけ白いやんか。なんもないやん、ここだけ。これ、ナンバーファイブとしたけどな。あれ。どうやねん、こう一旦こう低くして。ほら、ここ、ナンバーファイブじゃない。なんでかやったら、ここなんか通気口か換気口かにして、おいーあかんあかんあかん言うてこう、後ろを向いてんや。もう、それほどこの有名と思えへんと、ああ、もうめんどくさいわってやったな。時代がどうこうなってねえから。だから、ここだけこうやって俺ナンバーファイブとして。これはこれで、まだ物語がずっとあるんやで。で、待ってもう、いつの世にも、あ、これこれな。ほんで、これが一番目。で、これが二番目。で、これが、今言う東方三博士というのは、キリスト教でさ、東から三人が来てどうとろこうとろ言うやつで、まあ、またそれ自分で調べてよ。これ未完成、お父ちゃんに勧められたから。これが受胎告知で、これガブリエルが、
背中を羽、鳥みたいな羽にしてみたいな。夢やったら何してもええねん。要はな。エッチもしてんのに。で、この赤色はどうこうで、青色はどう、全部、あれね、その、しきたりがあんねんか。昔のは。で、これ買って、岩窟の成分な。これ多分、ミラノか、フィレンツェか、わからへんけど、行くやんか。ほんなら、教会から、お金じゃなしに土地もらうねんか。土地なんかもうでもしゃあないやんか、貧乏やねん。どないしようかみたいな。ええー、みたいな。で、何年もくれへんから、もう一丁書いたみたいな。で、これどうなってるかどうか知らねえで。で、彼は、で、見たろうけど、欠点は、のんきやから、納期がめちゃ守れへんっていうのがあんねんか。俺、違うと思うねんか。分かってて、っていうのは3人に選ばれへんで、クソみたいなのがあって、なんでかって言ったら、さっきやったやんか。もうまた話いっぱい前後すんねんけど。あれ？どこやん、あれ。ここや。ええか？これ、フレンチェ14から30の時にどうしたかって言ったら、このフレンツェ、ロレンツオ・メジチ、トルトリを起こす。どうしたかって言ったら、彼には音楽披露してん。彼音楽で近づいたからな。音楽に興味あったから。じゃあ、ミラノ時代はどうしたかって言ったら、軍事。要するに、時のミラノっていうのは、多分フランスには後で攻められるんやけど、軍事技術。さっきのあれやんか、こう、飛行機とかどうこうとか、潜水艦とかどうこうとか、グライダーとか。そんなの9割。そして絵も描きますよ。って言うて採用されてん。そして30歳から47歳まではミラノ行く。で、ミラノで最初は馬の胴とろ、甲とろ言うのを頼まんねんけど、あ、こっちにあるかな。それ、彼置物であんのんって一点だけやねん。あ、ないわ。こんなちっちゃい置物だけやねん。本当はものすごい大きいの作るんやってんけど、戦争でそれどころじゃなかって、あ、ないわ。ちっちゃな置物だけ、ある、まあ、ええわ、もう。だけ残ってんねんけどな。みたいなのがあって、俺が今言いたいのは、世間の名作。世間が名作言うたから名作。でも、自分にとって、名画っていうのは、それを見て落ち着くとか、それ作者が誰かとか、どうでもいいと思うねん。あ、それ自由やで。それで資産をやってお金儲けをする人はまた別としてな。俺はだから今言うように、はぁ、ええなぁ、みたいな。あ、すごいなぁ、みたいな。これは俺にとって名画やねん。だから美しいから名画とは限らへんねんで。だから個人。個人的見解と客観的な見解。世間の名画ってのは客観的見解やからな。それ忘れんといて。だから、レオナルドは、ダヴィンチは常に上司の顔色見てて、後半はフランスで眠るように死んでいくんやけどな。まあ、たかが67しか生きてへんねんけど。だそれはまた自分で調べたら歴史になるから。そういう生き様。だから、ニコラ・テスターと似てるよ、みたいな。ピカソは、エジソンと似てるよ。で、なんかつかみわかるの違うかな、なんとなく。そのような捉え方をしてほしいね。物事なんでも、どうでもいいね。だから、細かいこと言うたらキリがないね、こんな。じゃあ今から何やるかって言うたら、この間の宿題の答え合わせや。まだ自分の言い方調べたらええねで。これやっぱり、世界一応有名やからさ、調べずに、こしはなんかあれやん。早くで、まず、大切な人へのバラの花束って決まったわけや。はい、次に、一本だけブリザードにしようって。みんなあんまりの答え見たけど、みんなそれぞれ正しいわ。みんなそれぞれ正しい、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 正しい。おー、よう勉強してるな。でもみんな上、どれでもええわ。みんなそれぞれ言うてもみんなある。はい、そこで、
これ思い出して。論理的思考力みんなできてんねん。どういうことか、客観的に見てて、71歳である、女性である、誕生日、生誕祭である、みんな把握してんねん。わかるかな？次、いろんな角度から観察しましょう。客観的で、まず人前、いいかな？人前で花を渡すというときに、可愛いね、71歳と言われるんと、尊敬の念で渡されるのどっちが嬉しいか。若い子はパーティーの時に花束欲しいねん。私はみんなにこんなん。でもファンクラブはいいけど、愛してる人からは嫌な。愛してる人からはこっそり何か私だけに欲しいみたいな。みんなの前ではやっぱりええかっこしいが絶対残ってんねん。だからいろんな角度から観察するときに、人前71歳可愛いね可愛いね言うよりも、あ、いつもありがとうございます、尊敬の念、何色かなってこうなってる。この時にピンクじゃ71、可愛いおばあちゃんで終わるやん。赤なら一般的やん。そこでシンクやね。このシンクってどういうことかって言うたら、一般的に花言葉のシンクと夢流のシンクは違う。まあ、次もう一個の次でやるけどな。要するに70歳女性、これ大手ねやんか。女性やから、生誕祭やから、考えて、一般論で考えてね。大切なのはここ。情報収集能力。いいかな？亡き夫が贈り物してくれたんがピンクのバラやったんや。そのおばあちゃんは、おばあちゃんは小さい時からピンクが大好きやった。何色好き？ピンクい。理解できなかった。赤い花、白い花、黒い花、ピンクい花。なんでピンクい花って言うたらあかんねやろってずっと思っとったんやって。で、ピンクが大好きやけど、高校になったら人に言わんと、大学になったら絶対言わんと。そして大好きな人からピンクの花束もらったけど、これもらい方がまたおしゃれやって、名古屋に仕事で行っとった。誕生日。どうしても会われへん。でも仕事終わってビューッと来て、花だけ届けて、スッと帰っていった。だから、お金の手ごめんね。交通費やガソリンなんか知らんけど、使って、花だけ一本、しかもピンクのバラだけ一本いってやった。でも今はなくなってるから、そのピンクの花って、おばあちゃんにとってはすっごい思い入れがあるわけ。でもみんなには言いたくないのね。みんなにもらうときは、おばあちゃんいつもありがとう、尊敬してますよ、ありがとうございます、そうかみたいな。ガインといつも可愛いね、いつも笑顔ありがとう、どっちがいいか。70歳で、これ80、90なら別でボケてるから。でも71やで、わかるかな。そして今度は情報収集、これが情報やん。今までは客観的客観的、次主観的やん。一般の人間聞いても、そうやったん、プレゼントするときに客観的なものを渡すかな、その人が好きなものを探せへんかな。だから主観的に情報収集するのが一番大切でね。だから俺絶対勝つよって言ったら、別に何色どうか決まってへんねんで。何か言うたら俺色変えたらしまえもん、おばあちゃんはみたいな、新婦だけは絶対にやみたいな、なんでや言うたら血出てね、子供がそれで死んじゃったの、だからこの色だけは絶対にや言うたら成り立つやろ。勝手にその場で臨機応変に物語を作ればいいの。だから基本的な考えがあればディベートに勝てるっていうこと。だから今回みんな言いました。最後に俺言います。みんないろいろ意見すごいですね。でも私の意見としてみたら大したことないねんけど、まあ、一応おばあちゃんとは仲良させてもって、たまたまね、あの花が咲いてる公園でね、私花見てたんですよ。おばあちゃんが来て、花好きなんて聞いて、花好きなみたいな、へえ、何の花が好きかなって言ったら、バラ、あ、私と一緒だねみたいな、何の色が好きみたいな、実は私ね、ピンクなの、これ内緒よみたいな、これはね、亡くなったお父ちゃんがね、私のために言って、わざわざ名古屋から、ね、その日に、やっぱりその好きな人にはその日にプレゼントもらう方が嬉しいよね。
遅れて1万円のもらうより、その日にバラ、しかも名古屋から駆けつけてくれてみたいな。だからバラ、ピンクのバラを見るだけでもう心が安らぐのみたいな。でも人には言いたくないのねみたいな。そんなメルヘンとか言いたないから。だからみんなの前では可愛いねって言われるよりも、やっぱり、あ、おばあちゃんいつも気遣いありがとうね、どうこう言ってもらえたら嬉しいねというのを、言葉じゃなしに俺は行動から察したの。だから俺自身はみんなの前、みんなの前だからやっぱり可愛いよりもシンクの赤のバラがおすすめ。そして個人的にはお母ちゃん、おばあちゃんは、このおばあさんはピンクの思い入れが、それが誰にもわからんように家帰ってみてねというね、そのようなサプライズをしたいと僕は提案しますみたいな。わかるかな。で、これまず花言葉、シンクというのは謙虚なんや。これどういうことかって言うたら、何でもかんでも謙虚ないの。全てを分かって謙虚に振る舞えるいうことなの。出しゃばらず、どうこうせず、自分好き勝手にしながらノリを外さず。これこうしやからな。だから出しゃばらずっていうことやね。で、このピンクの感謝っていうのはな、感謝しなさいじゃないね。あの、これは今分からんでもええけど、大きくなったらその感謝の意味が分かるよ。と俺は考えてるよ。世間の花言葉やから、ピンクで感謝、若い子感謝せえへんやん、そんな。いろんなある中で俺はそう選んでんねんけど、これは今分からへんけど、ピンクの花、死んだ時に、ああ、そうか、今頃なってありがとうって分かるな、みたいな。取り方自由やから。そして、夢流の花言葉は、シンクは打てば響くやねん。ピンクは素直やねん。な。で、赤は、天真爛漫やねん。自由に、みたいな。こっちがええ、こっちがええ、こっちがええ、こっちのバーで行ったら楽しい、こっちのバーで行ったら楽しい、ええねん。でさ、シンクは打てば響け、みたいな。これは響けへんけど、これは響く、みたいな。誰でも彼でも優柔不断じゃない。変更でいい。でも、この人に対しては素直になれる、みたいな。で、ピンクは素直やからな。だから、みんなの前では、やっぱり自分をあまり出したくないみたいな。館長もだから、ほとんど自分出せへんからね。辛いとかしんどいとか絶対子供にも出すなって絶対言うてたから。だから、みんなの前では、やっぱり、綺麗、可愛いおばあちゃんよりも、はあ、やっぱり、尊敬と信頼できるおばあちゃんの方がきっとおばあちゃんちゃう。そのおばあちゃんは喜ぶと思うの。逆にそう違うかな。男の人はボコるかもしれない。ピンクなんでピンクやねんってアホかみたいな。やっぱりみんなの前ってことを忘れたらいかん。みんなってのはいろんなやつがおるから。そしてブリザードに続きは見せない。ラッピングで包むから、ピンクと色は分からない。そして、その、おばさんが家帰って開けて感動する。できたらメッセージを添えてね。だから、ポイントは花だけやなしに、大衆の前であげるときには別にメッセージを得らないけど、ブリザードにはできたらメッセージを添えてほしい。もしよかったら、私が代表して、書かせてもらっても大丈夫でしょうか、というような提案をさせてもらう。これがディベート。誰か俺に勝てるやつおったかな。少なくとも怪しき仮面軍団、残念ながらゼロやったな。下界の意見で一人、おばあちゃんがピンクの花が好きで、おーやけど、一般的に嫁やんしか花あげたことないから分からへんって書いてへんかったけど、結構近いな、みたいな。でもまあ、客観的なことだけど、具体的にもっと、こうこうっていうのがあると、真実味があるね。これ、プレゼントもそうやで。一般的にこんなんやからって。大体プレゼント持ってもあんまり喜べんや。俺若い時なんか絶対、プレゼント勝手に持ってもほとんど嬉しなかったもん。好みが激しかったから。
一般的なもんでも行くも嬉しないもん。かといって誰もが出る嫌いやったからみたいなこと。だから今日の講義っていうのは、なんでレオナルド・ダ・ヴィンチが世界一天才と言われてるか。わかるかな？彼は順風満帆に行ったわけがないわけ。頭打ち持ってどうこうしながら。で、彼の人間性が人に好かれて、だからメディチ家がアウトになった、このしばらくしてメディチ家がアウトになって、で、今度は、トリノ行って、トリノじゃない、ミラノ行って、ミラノもフランスに攻められてアウトになって、今度、ベネチア行くんかな、ベネチア行って、もう一回フレンチへ帰ってくるんだけど、その都度、上手に、自分の人生を渡っていってるみたいな。文句を言わずにな。それがやっぱり人を引きつけるっていうのかな。で、ただ単に飽き性やないかや、いや言うてるけど、もっと深い意味があると思うのね。で、これは、ニコラ・テスラは自分で関係ないってやってきたから、苦悩も大変やし、資金面も大変やけど、逆に今度は、レオナルドは人への気遣い、すごかったいことね。あ、このおさんは軍人に9割言うた方がええわ、みたいなね。そういう、徹底して調査をする。が、やっぱりすごい。館長、イタリアで、教会の牧さんとずっと、ダ・ヴィンチについてずっと喋っとったわ。俺、覚えてる。で、最初イタリア語やってんけど、あとずっと英語で喋っとって、みたいな。で、結婚観とか、どうこうとか、ヨーロッパ、イタリアにおいてはどうなんや、みたいな。いろんなことも。もう何年もう前やねんね。だからミケラ、あのレオナルド・ダ・ヴィンチとかミケランジョとかラファエロはすごい結構詳しい。だからやっぱり美術館が好きやから、名前見てってするのがほとんどの日本人やと思うのね。名前にこだわらんと、いいものはいい。いいものはいい。だから、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵を見てすごいとは、思えへんのね。あ、うまいかもしれんけど、それによって自分の人生感動するではないからな。俺はこれ見て、うわ、感動するわ、みたいな方が俺は好きな。俺にとって名画な。でも世間はその名画、はあ、これ有名やから絵でこうが解釈違うと思うの。贋作やったらどないすんのみたいな。俺は贋作でやろうとなかろうと。俺はまだそれを見て本物かどうかなんか。よう見極めんもん。でも仏像はわかるもん。仏像はこう真似して作ってもこれ全然違うみたいな。でも、専門家やないから詳しいことはわからへんけど、色使いとか。だってこんなんかってテレビによって色使いが違ったりするやんか。だから答えないねん。だから、世界一天才は、俺はこう思う。かねへんねん。でもな、人前ではあんまり言わんがいねん。敵ばっかり作った家やから。俺も、だから今こういうピカソと、エイソン似てるよとか、ダ・ヴィンチと、ニコラ・テスラ似てるよとは、ここでは言うけど、みんなの前では言えへんもん。なんでやったら、けなしてるように取られるかもしれへんから。ここは俺のサロンやから、俺のバーやから言いたいこと言える。今お前らは、要するに、頑張って、地上界に降りたいと思うんだけど、そこで素直に、はい、でもだっては言えへんの分かるやろ。リベートってそういうもんやねん。ものすごい経験がいんねん。そして今度はこれ書いてへんけど、あとオリエンテーションの力。相手を見ながら喋るねん。言いながら、あいつは怖がってえな、どう思うとか、お、どうとか。これがオリエンテーションの力。最後に彼を容赦言わせたるためには最初振らんとこうみたいな。そういうことがディベートで必要になってくるね。だから相手をやっつけるとかどうこうやなしに、相手の立場になり、相手の情報、できるだけ細かな情報、性格も、人間関係も、友達関係も、全部調べ尽くして、やっていくいうこと。だから、どってことないね。でも、これができると、
人間力はめちゃめちゃ上がるということ。自分だけ調べて、それは客観的やからな。主観的ばっかり調べてもダメやからな。だから俺は絶対に勝つよって言うたやんか。誰もそこまでは達せへんと思ったから。まず、ディベートやるときには、ディベートや、他の人間関係においてやで。人間関係において、大切なのは、これな、論理的思考力、一番。世間一般的にや。な。その次に、いろんな角度から観察しろよ。どうやったら喜ぶか。これ一般的だよね。そして一番重要なのが、情報収集やね。こうこうかもしれんけど、こうや、みたいな。そんなことを踏まえて、今度はオリエンテーションで、反応を見ながら喋っていくね。だから、オリエンテーションする前に、この場合は、この場合は、この場合は、乗れへん場合はこう。これが乗ったらこっち。だから将棋と同じように、いろんなパターンを考えていくの。どう言われても、すぐに答えなあかんのね。待て、コンコンコンじゃあかんの。パンパン、パンパン、パンパン、醸造のごとく、出てこなあかんわけ。考えとったら、絶対後で辻褄がいになるから。もう事前にどうこうなっても、じゃあそれを決めてやっとったら、じゃあチェンジだ困るやんか。大まかなアウトライン。こうやれば、起承転結で言いながら相手が納得するみたいな。あたかもこうだこうだと言う必要ないから。みんなが言うだけど、私の調べたのはこうですよ。だからこうこうこうでどうでしょうか皆さん。と自分の意見をそこで言わない。そしたら誰かが、最後に。というのは、今俺が言うた意見って最後やわね。必ず、最初からガーガー言うたら反感もらうから。最後に、みんなを見とけながら自分の意見を言う。これがディベートで勝つポイントや。こんなんかって、一朝一夕にでけん。何年も何年も何年も失敗しまくって、覚えていく結論やから。だから今日は、レオナルド・ダ・ヴィンチ。世界で天才と言われてる。なんで天才と言われるのか。俺の意見は14歳までのおじいちゃんが偉い2人。フランチェスカともう一個誰だったかな、アレクサンドリア。なんかその2人のおじいさんが偉い。今俺どうなるグルーも0歳から14歳までが全て決まってると一緒。これは自分の経験として言えることやから。でもほとんどはそんなん触れてないと思うのね。おじいちゃんおばあちゃんが、おじいちゃんが歌ってお金持っちゃうから、働かんでいいねん。勝手に土地からお金入ってくるから。だから一生懸命、二人おんねんから、一人をこうやりながらって。そして、あのレオナルドができたと思う。だって彼学校行ってへんのよ。鏡文字よ。いろんなこと、観察力から何から。その時に14歳まで、12、13ぐらいまでってやっぱり、結構大きなウェイトを占めると思うね。だから、そんな見ても、ほとんどその部分には触れてやんと、その後ばっかりやんか。だって、いきなり、14歳で行って、だって、独学やからな。それは最初からうまいわけないやんか。それはおじいちゃんが手取り足取り、いろんな考え方、上からではなしに、自ら頑張れるような教育環境を作って、またお父ちゃんが来たら、はい、連れて行かれるみたいなな。それが俺の見解。そして、今日の宿題の花言葉。誰か俺に買ってるやつおったら言うてくれ。誰もれへんか？参った。これを自分は何考えねんと。だから、あといろんなこと。最低限のことは勉強して覚えな。こういう手法を使った、こういう通報仕事だ。そんなどうでもいいねんか、別に。もっと根本。今日は、な、世界一天才と言われてる、レオナルド・ダ・ヴィンチ。そこへ、織田の中の意見とか、ニコラテスタの意見とか、あったよな。俺、今までなるとこでね。それって、宿題出した。俺負けたら、丸坊主するよ。俺負けたら、どうこうやって言うてないかな。参りました？そういうこと。
だから今日の授業はここまで。今日は本数関係ないけど、あえてピンクの花。一本やらしい三本。今日はここまで。気をつけー！あ、ちょっと待ってな。おい、どうやった今日の感想。え？なかなか面白かった。おお、レオンカードダビンチ知らなかったんか。いや、覚えてよ、覚えてけな。ええか、なかなか優秀やで。そうやって一生懸命聞いてるもんな。ちゃんと仮面連中も喜んでんで。よし、じゃあまだな。はい、よし、気をつけいこう。気をつけー。はい、ありがとう。ピッ、ありがとう。